千秋寺名古屋別院は、愛知県名古屋市西区名古屋一丁目にある新州、高田派の寺院。三号は、高田山。本尊は、阿弥陀如来立像で、絵心創図作と伝わる。昭法四年、千、松陰激減度によって、尾張国港町に、林、高山信行院として創建された。明暦三年。 元は、東本願寺の末寺で前年に高田派へ転じた、淳正寺を合併して、現在地に移転。教法9年5月13日にこの地を襲った、大火によって消失。原文3年には一旦無重となったが、建言社民末、谷高志堂によって再建され、専修寺、第17世、窓か優の許可を受けて原文4年6月8日に、高田本坊と改めた。 当時の敷地は、現在の縁頓寺通に面しており、このことから、縁と道筋をご本坊筋とも呼んだとされる御坊となってからは、終わり、三河、美濃に松寺73家事を数え、江戸時代後期から明治時代にかけて、本堂の再建などが進められた。明治末から昭和初期にかけては、愛知別院を称して、愛知県における高田派の拠点となったが、 1945年1月3日の空襲によって本堂を消失。3月の空襲では山門や廊など一部を残して全山を消失した。1952年から道湯の再建を進めるとともに愛知別院を名古屋別院に改めている。明治26年の愛知県下名古屋名祭全図でも縁とトミ筋に面しているのが確認できる。ただし、 地元で言う、ご本望筋は別院前を南北に走る指導で、遠隣寺通とは異なる。ありがとうございます。